はい、皆さん、こんにちは。ダイダラです。ゼルダ無双やりましょうか。さてね、今日からついに第3章行くんですけど、なんとかレベルね、この3キャラだけ上げてきましたね。次行くところが、なんと、第3章は、ここ。コログの森。ここに確かマスターソードあったよね。なのでね、ハイラル大森林、ここが。ね、マスターソード、リンクが多分、大魔の騎士になるイベントが、ね、起こるのかなと思っております。ゼルダ！待って、困った。待って、俺、しくってる。ゼルダ姫だけやたらレベル低い。まあ、いいか！必ず頑張りましょう。ちょ、待って。なんか、飯食っていこう、これ。敵から受けるダメージ 5% 減らす。ダメージ 7% アップ。待って。これはやばいな。でも飯あんま食いたくないんだよな。わかるかな、ハイラルチャレンジがあるからさ。でもゼルダ姫は使わないでおこう。いや、大丈夫。リーバルとリンクが守るから。大丈夫だよ。ね。ま、リーバルだけ素で飛ぶんか、お前。確かに羽あるもんな。さて、多分ね、ストーリーなので、ムービーイベントあると思います。ハイラル王は、神獣のクリテたちに初めての命令を授けた。来た。厄災討伐の要たる大魔の剣を振るう騎士を探すため、まあ、リンクですけど、ま、剣の眠るコログの森を解放するよう命じたのだ。行けね、英傑たちよ。作戦すげえ。4人のクリテたちに加えて神獣の調整のために同行を志願したゼルダと姫好きの騎士であるリンクも参加することとなった。インパもついてきてんのかな。豪華すぎひんかこのメンツ。さあ行こうか。さて、みんなこんにちは。森ってなんか敵いるのかな。あそこめっちゃ迷子になるとこやけどな。じきじきに仰せつかった役目だからね。せやで、光栄に思うし全力で臨むつもりだよ。リバル頼むよ。敵いっぱい倒してね。それはいいさ。ん？引っかかっているのはそこじゃない。何？リンク？今回の作戦、どうしてリンクがリーダーってことになってるんだい？この二人は気にしてない感じ？リーダーだっていいだろう。力を合わせて頑張ろうぜ。作戦の要となるのは僕の神獣のはずだよね。あ、空飛んでるやつ？空飛んでいくの？まったく、おかしな話だよ。ま、これで僕らの足を引っ張ろうものなら姫好きの騎士としての面目は丸つぶれだろうな。なんでそんな突っかかってくんだよ、リーバル。リーバル、なあ、私たちはいつまであんたの愚痴に付き合えばいいんだ。ウルボザ姉さん。はいはい、それじゃそろそろみんなに見せてあげようか。お願いします。神獣バメドの力をね。3章になってからようやく神獣乗れるようになるって感じかな。来たな、バメド。空を飛んでるやつ。俺でもリーバルとかそんなみんながさ、カースガノンだったっけにやられるイメージがつかないんだよね。それぐらい厄災ってやばいやつなの。さあバメドに乗って、あー、快適空の旅。はしゃービーム。やべえ、ゲームが違う。わ、なになになに、うわー、なんかいっぱいまとめていったん、敵を。ねえ、さて、さあ、メイド、君の力見せる時だよ。ビーム、ドアー、やばいぜー、全部ぶっ壊せー、おーらー。なんかわかんねえけど、いっぱいぶっ壊してやったぜ、バメド。ちょっと待ってな。空飛ぶ知恵はあるみたいだね。的じゃない。敵どこにいるかわかんねえんだよな。これ下にいる？ねえ、これか、下にいる。いけ、発射！わかんねえ、空中にいる敵にだけ効いてんのかな、これ。ZR 中で、うーわ、こんな感じ？あ、こうか。わかんねえ、わかんねえ。使い方わかってねえ。大陸地方、一冊使うか。やばい！ビーム当たるか、これ。この位置。あー、でも当たってる。よかった。でっかいやつだけでもせめて倒しておかないとな。よし。ビーム。
あのでかいの何なんだあいつ、でかいやつ。さあもうだいぶ殲滅はしたけどねえ、でも難しいんだよな、バーねえバーメイドの操作。なほっとできてるけど、でも空飛んでも的だよね、ただのこれ。こうやって見ると申し分ない性能だね。まあ、強いわな普通に。よし、だいぶ撃ち落としたけど、これまだ撃ち落とせばいいのかな。視点切り替え、あ、地面とかもこうやって狙えるんだ、こうやって Y ボタンで。いいね、すべての拠点を壊せだから、こういうの壊せばいいのかな多分、こういうやつ。あーそうだね、こういう敵のね、なんか住みかお家だね、壊すべきは。よし、だからお家を全破壊していきましょう、ひたすらね。ここでいいや、えい、すげえビーム打った今で。地面からやるとなんか感じが違うねこれ。なんだこいつ、おいどけ、ミラー取りなさい。さあなんかだいぶ増えてきたね。さあホイホイも崩れてきたな、勢い乗っていこう。さあ残りの拠点に2、4、7、あー、光ってるところが残ってる拠点ですね。これはもういっぱいあるんだから大変ね、みんなこれ。よいしょー、壊れた今、壊れてねえじゃん。よし壊してビーム打つか、もう。あ、打てない、触ってないわ。はい、チビー。さあ残ってる拠点はあと2個ですね。おお、俺がぶっ壊してやるぜ、ほら。さあ残る拠点はあと1つだ。で、パッと終わらせちゃうか。敵いくら倒しても無限に出てくるっぽいもんね、ここね。さあもうおしまいだぜ。でもこうやって倒してるだけでも楽しい。バリア張れた、 L ボタンバリア、ウィー、何も効きませんよさあ終わらせましょうか、破壊サクセス。あいつどんな顔するだろうな。だってこれリンクのことマジで嫌いすぎるだろう。さあリーバルの力のおかげでなんとか討伐クリア完了です。お金結構もらえた、ありがとう。いや俺拠点壊すのにね、長いこと気づいてなかったんだよ。ウェイ、これ空のままいけんのかな。めっちゃ機動力あっていいよね。あと飛び降りた、レイバール格納。俺ドライアイだから無理だわ空飛ぶの。おっと兵士のみんな、あー来てる来てる、行くぞみんな。安心、このメンバーに囲まれてたら安心でしょゼルダ姫。さあなんかもうすげえね、呪われたっぽい森へやってきた一同。なんだこい、あ、こいつは出たな、なんかイーガダンを顎で使ってる。来るかね、未来から来たっぽい闇のガーディアンを従えし者。誰ですかあなた。むでんでん、あらららららさあコログの人たちね、いつもうんちくれる人。霧が濃いね。そうだね。なあ、この中を進むのかい。絶対に迷うと思うんだけど。わかる。誰かが。なんか横いるよ。横いるよ。いる。いや、急に出てきたよ今。この霧じゃ空からは何も見えないよ。ねえ。まったく、君は無茶を言うよね。何？気づいてあげて。気づいてあげて。コログに。どこから何が出てくるか。誰も気づかないの？ええ。いつ何が現れてもいいみんなー、備えておかな。え、あら、キャーキャなに、おめどこか。あ、みんな見えてるんだ、ゼルトだけかと思った。誰、ボクチンはコログの森の王だった、ボクリン。はあ、そう、ボクリンさんです。こんにちは。ブレワイで出てた？やべ、覚えてねえぞ。コログの、そりゃいい。おめ、案内してくれねえか。どこ行った、タイマの剣はどこにあんだ。なんだよ、キュニーが頭にブロッコリー生やして。帰ろうと思ってたんだけど。いや、お前も迷子かい。森には魔物がいっぱいで、帰れない。あ、魔物がいるだけ？やっつけてやんよ、それぐらい。静かにしてれば、魔物に気づかれることもないと思うけどね。まあ、細かいことはいいさ。どうすんだ？私らも森に用があるんだ。魔物の相手は任せておくれ。ウルボザ姉さん。
姉さん、ついていきます。こっちだな、オッケー。あ、もうすでに道間違ってたんだ俺たち。かわいい、かわいい二人。でもミハーの方が好き。リバル呆れてる。リバル迷うなよ。でもお前はぐれても空から行けるもんな。さあ進めていきましょうか。さあ僕ちんが案内するよー。だってさあ新しい目的地発見、コログの森へ向かえ。実はここ通れるんだ。な、わからんで、ね、そんな。で、通るの？あ、道ができた。てるるるるるるりん。こあんなとこに道が、案内がなければ気づけませんでしたねーっていう。基本的にはね、この子についていけばいいのかな。まあ、よろしくな。次は？怖い！ヒアンバボードだ、助けてー！倒してやんよ、それぐらい。さあ、ボックリンが襲われてます。助けなくては。そんな、すぐ助けたら一発で。おい！ほら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 、お前襲われてますってビビッときながらめっちゃ前来るな君。よし、とりあえず前にいる敵全部やっつけときゃいいのかな。キースとかもいる。よし、もういないか。おい、行くぜ。だからこのみんなでね、ボックリンをあの護衛しながら進む的な。スタルモルモリフリンじゃん。おいおい、ほらほらほら、当たらん。いや、勝てえな、こいつ。結構。よし。いや、なんだ、お前。こいや、ラッシュ行くぜ。ラッシュのプロだからな、俺は。こい。うぃ。ひるめ。よし。さあ、とりあえず、これで終わらせましょう。スマッシュ。あ、じゃあ、スマッシュ入ってなかった。スマッシュ。ダーン。そういうか。さすがですね、リンクだろ。よし、さあもういない、敵は。ここも通れるよーん。他の場所は通れないから気をつけてねー。だって、わかったわかった、ついていこう。左にファイアウィズローブがいるから倒してくるわ。一回いっといて、みんな。さあファイアウィズローブ撃破。ちなみにここにね、スタルモリブリンもいたんだよね。ついに倒しとこう。スタルモリブリンもはい、撃破。おつ、ここ多分なんかアイテムあるな、この感じ。ないな。さあ、で、僕にと合流してね、先進んでいきましょうか。おい、ダッチ、もうすぐコログの森だよー。だって。いいね。道サクサク来てるね。嫌な風を感じるよ。ね。なんだ、風って。さて、一戦！早くマスターソード欲しいな。マスターソード誰かください。おい！長いな、こいつの引き分デージが。よい！リバル一緒に殴ろう。いな、こいつ蹴るのな、な、無能マナだよ、蹴るのは。よし、ふいふい、やばいやばいやばい、戦いづれ、こいつ。さあ撃破。よし、もう通常攻撃だけでゴリ押ししちゃったよ今の。ありがとう、モリブリのなんか。よいしょ、リンゴ食べとこうぜ。さあコログの森がもう少しって話ですけど、本当ですかね。さあこの先またできるのかな、ここ。うん、イベントだ。なーに、なにこれ、黒い丸。ん、うわー、なんだ、え、え、でかいやつ、頭になんか目はめ込んで、ヒノックスの骨盤。なに、スタルヒノックスとかいうの、名前わかんねえ。なんでも骨かよ。あ、スタルヒノックス、合ってた。大体大正解、おめでとう。100点。わーお、さあスタルヒノックスをやっつけろ。ねえ、メンタマ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 。ほい、これ目をガンガン狙っていくしかない、弓矢で。ほらほら、ひるんでひるんでひる。よし、まあ、ひたすら目を狙っていく感じだよねこれは。でボーム投げるか、じゃあ一回ボーンボーンボーン、ボーム。ほらほらほら、何も見えん何も見えん何も見えん。このカメラアングルが悪い。ラッシュ入ったラッキー。スマッシュ。さあまずは1回目ドゥーサーブ。良いかな良いかな、ちょっと一回リーバルに変えるか。これリーバル
リバル、あとよろしく。リバル、遠距離から撃っといて、遠距離から。で、よし。む、動きを止まれ。さあ、リバル、雨あられ。ヘイ。行くぜ、竜巻。すっげえ竜巻。リバルの竜巻、やばいな。竜巻。よいしょ。さあこれでスマッシュいこうか。さあリーバルスマッシュ食らえ、イエーイ、やっつけた。おー、やっつけた。やっぱリーバル強えな。普通にやってても強えからな、リーバル。ありがてえわ。ここを抜ければコログの森だよ。じゃお先に行くよ。サクセス。めっちゃ呪われてない、ここの道。怖。キューン、入り口なんだけど、変な奴らがドロドロで取れなくしちゃったの。ねえ、E 型の仕業かもしれませんね。E 型、余計なことしよって。環境汚染良くないですよ。周りには怪しい魔物もいるみたい。そこ行けばなんかわかるかもー。だって。オッケー。さあ、新しい、いろ。さて、怨念の沼を消す方法を探せ。だって。ちょっと待って、これやばいな、ここ。よし。さて、ボックリーも操作できるよって。嘘やろ、ボックリー操作できるの。ボックリー操作してもどうすんだよ、これ。ボックリー、ボックリーはキャラクターだったのかちょっと意味わかんねえけど、さあ、コログを出現させる。 ZR でやってきたコログはしばらく一緒に戦ってくれるぞ。だって、わかった。敵いるとこで召喚してみようね。さあ、ボックリー召喚。あー、いっぱい出てきた。イエーイ、行くぞみんな。音楽の祭りだみんな。いやいやいや、意外と強いのかもしれません、この子は。音楽系キャラクターですね。ダンシングキャラクター、ダンシングキャラクター。どうだ、戦ってるかわかんねえや、これ。よし、みんな出てきてる。ちゃん出てきてる。行くよ、召喚するよみんな。行くぜみんな、ダンシングタイムや。よし。なんかめちゃくちゃモノモノ投げまくって、みんな楽しこう、楽しもう。イエーイ。意味がわからなすぎて楽しい、これ、ね。さあ、とりあえず怨念の沼消す方法は、うわ、こっち通れねえじゃん。出ていくんだろう。お、ここ拠点か。さて、拠点を潰そうみんなで。へい、イエーイ。いや、ほんと強いのかどうかわかんねえ、コログ。なんかもうわかんねえ、適当に戦ってるからな、割と。イエーイ。いや、でもね、普通に戦えるのは確か、普通に戦えてる。おい、おら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 、もっといけ。コログもっと召喚しとこうか、ここ。よいしょ。アイスだよーい。行くぜ。くらえ、はじけ止め。さあ、これでスマッシュ入れよう。まあ、とりあえずコログみんなで物投げてて戦うって感じなのかな、戦い方としては。すべて理解したわ。さあ、とりあえずあそこまで行きましょうか、左上まで。さあ、目的地到着しました。1個目ですね、まずここ。なんだこいつ、偽物。いえ、本人に似せた幻でしょうか。うわ、リーバル出てきた、いきなり。マジかよ、勝てるリーバル。キュン、ドロドロと同じ感じがするよ。やばいやばいやばい、強えぞこいつ。ダメだ、必殺技使おう。必殺技、倒すしかありません。何が起こったのかわかんねえや。よし、さあみんな召喚して、さあ幻影たちを倒せ。多分4箇所に英傑4体がいるんでしょうね、おそらく。ね、みんなでビタロックからと思ったけど、ラッシュできる、ラッシュできる。うえい、強いね君。いや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 、強いな。ゴリ押しで倒せねえのか。でも俺はゴリ押しで倒す。よし、おらおらおら、いや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 、みんな召喚。クライア、クライア、いけ。イエーイ。さて、リーバル、リーバル君やられちゃったよ。いける。さあ、一体やっつけると、あー、ちょっと消えた。オッケー、じゃあこれで4箇所倒せばいい感じだね。すべて理解した。よし。
さあ、すべてを撃破して一番奥まで行こう。多分一番奥にはマスターソードがきっとあるはず。私の技を破るとは小尺なやつめだって。ピンク、ピンクどこにいるの？ピンク今ここか。さあ、カリアミのリングリンたちが現れた。攻め込むなら今ですよっていう。よし。さあ、ゼルダ姫が今ここにいる。さあ、ゼルダ姫2体目。原因を出せ。これはミーファー、やべえ、乙女の戦いだ。待って、でもゼルダ姫ね、ちょっと待って、いろいろピンチなのよ。わかるかな。ゼルダ姫は弱いんですよね、ちょっと。一個問題点。ね、そこだけ。さあ、なんもなき人やっつけよう。よし。ほら、さあ、動きを止めて。さあ、通常攻撃ラッシュ。暗い。さて、ボム、行くぜ。ボムボムマシンだ。いけ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 。ほら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 。ゲゲゲゲ、ボムをいっぱい出して、わかんねえ、聞いてるのが。よし。いやでもやっつけるしかねえんだこれは、ゴリ押しでも。さあ、なんと俺ビタロッ、あ、だ、いや止めれたかな、ダメだったかな今のは。よし、いけ、弾けろ。いや聞いてないんだよなこれ。よし。さて、徐々に徐々に、とりあえず確実にね、スマッシュで倒すようにしよう。これは止めよう、さすがに。止まれ、止まったやろ今のは。ダメかな今のも。猶予時間短すぎでしょ今の。よし、あ、入った、いけいけいけ。さて、もうこれゴリゴリ削るしかないんだけど、ここは。よし、さあ、あと少し、あと少し、いけ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 。ゴリ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 、弾けろ。よっしゃー、よく頑張ったよ。さあ、リーバルどこいるの？リーバル雷の森で戦ってたんだ。リーバルは、リーバルは空飛んだ方が強いからね。空飛んで、ドエーイ。はい、氷を落とそうか。はい、よし。いやマジでこれ強い、雷落とす、雷っていうか風のやつね。よし、ほいや。さあ、避けて、あと少し、これを使えば、はい、ドーンと終わり。さあ、みんななんだかんだ言って頑張ってんだね。よいしょ。さあ、リーバルをこのまま怨念のとこまでで突っ走っちゃいましょうか。怨念があるところも敵は道中の敵までこうやってね、無視できる。バイバーイ。はい、あ、ビリビリ来てる。で雷の敵うぜえな、マジで。無視しようぜ。さあ、到着です。一番奥、ここはどこ。さあ、次の相手はウルボザかな。これはゲームを倒せ、ウルボザ戦行こうか。さあ、空からね、攻め立ててやろう。よし、ミスター。ね、くらえ、発射。おお、ぶね、竜巻。さて、これは動き磁石返すよ、その攻撃。さあ、これでスマッシュ入れる。やっぱリーバル頼れるな、強えわ。よし、僕の勝ちだね。さあ、なんかリザルホスが現れたか。怖い怖い怖い。とりあえずここ拠点制圧してね、あそこまで行きましょうか。さて、最後の幻影はここだね。ダルケルだな。ラストは一番の力持ち、やばいやつ、行くぜ。おら来いや、投げる。うわーっと、くるくる回ってドーン、当たらん。やべ、なんか爆発するやついっぱい周りに従えてんじゃんこいつ。よいしょ、やべ、よし、爆発当たらんけどな俺には。ほいほい、やべ。さて、ここはしっかりいただくぜ。さ、このまま、うわ、当たらん当たらん。それ好きでかくない、ダルケル兄貴、ダルケル兄貴。やべ、最後の爆発当たらなかった今。でもそこ隙だらけですね。さあ、終わり。さあ、全てのゲームをやっつけて道が開かれたはずだよな。さあ、怨念のドロドロ全部消えた。よし、完全消滅。これで中央取っていけるはず。コログの森への道が開いた。行きましょう、リンク。さあ、行こうか、リンク一緒に。魔物は僕ちんたちで抑えておくよー。ぼっくりさ、お前魔物にビビってたのにどうしたんだよ。さっき、さっきのはどうした、性格変わったろお前。
ああ来た、やっぱタイムの剣あるじゃん。いや前で待ち受けるわ、やばいやつ。頑張れ。さあウルボザの幻影、リファーの幻影、リーバルの幻影にダルケルの幻影。消えた？何これ？なんだ、手応えないじゃん。どうやって勝つんだよこんなん。ふん、粘るとんの。向こうの攻撃は当たるのにこっちの攻撃当たらねえの。いやリーバルがうぜえなマジで。あいつうわ力強っ。待って、この編成強すぎるだろう。うえ剣折れちゃった。やれ、やばい、ゼルダ姫が。ガーディアン守ってあげて、剣ないよ。影が消えたで。今光ったのマスターソードだよね。かっけえな。ハートめっちゃ減るでこれ。ハートガンガン減ってくで。ハート体力めっちゃ減ってくで。いや、すげえ減ってる。足りたっけ俺の今の体力。足りてた。マスターソードは抜くたびに体力が減るっていうね、やばい剣なんですよ。タイマの騎士リンク。ここでこの BGM かよ。後すぎるだろ。さあ行こうか。強すぎるでしょこれ。ただで、いや強すぎるでしょこれ。強すぎるよ。幻影たちを倒せ。いやもう無双できてる、やばい。待って、もう爽快感がやばいぞこれ。はい、ズバッと変わった。半端ねえ強さ。切るたびにね、あのゲージが消えたよね。ウィークゲージだっけ。なんだこいつ。厄災ガノの信奉者アストル、名前が出てきたね。ついに世界は滅びるべきみたいな、多分そんな考えなんでしょう。タクナルや私が滅びる。今見てね、ヒットポイント満タンの時はやっぱビームが出るんだね。これうぜこいつ。倒すぜ、おら食らえや、おら消えろ。ゲージガンガン削っていこう。何その ボールみたいなやつ。ボール使う系のキャラクターだね。うぜえなこいつ。こいつもなんかプレイヤブルで出てきそうだな。これ逃げた方がいいリング。でも俺はゴリラ、私はゴリラ。いくぜ。くっ、でもこいつは炎とかで燃やそう。よし燃えろ、おら。こういう敵は人間はね、やっぱ焼けば苦しいんだよ。ずえい、いいダメージ。はい次、まだまだ焼くぜ。よし、これ危ない、危ない。やーい、爆発してる。キノコリンゴ食べたらいいんだよ、ダメージ食らったら。また出てきたよこいつら、君たち。よーし、でもなガンガンやっつけれっからよこいつらも。まだいる、ね、まだいた。ウルボザちゃんがいた。ウルボザちゃんが、よし倒しとくか、ウルボザちゃん。ヘイドーン。さあ全部やっつけたらまた出てくる。くぅ、すげえ出てくるな君。ほい、めっちゃ減ったな今。これ人間は電気に弱いんだよ、知らんけど。じゃあ電気に強い人間なんかいねえから、ほら。痛い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 、まだまだ行くぜ。うおい、くっ、避けて避けて。よし下がって、おー、ラッシュ引いた。ロッキーロッキーロッキー、避けれたんだ今の。
ブキルハンター入った、美味しい美味しい。動いて、リンゴ食おう。よし、動いた。あいつすぐ消えるんだから。また出てきたよ友達。偽物の英傑で俺を止められると思うな。ほらまだいた、まだダルゲルがいた。ダルゲルいた、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 ダルゲルのおじちゃん。君か、君はちょっと強いわ。おいおい、もういねえだろ。よし、さてこれでいったれ。スマッシュ、まだ残ってるか体力。遊びは終わり、遊びは終わった、終わり。どこ行った、どこ行った、どこ行った。じゃあ人間は寒さに弱い、寒さに強い人間なんかいねえから。終わりだ。剣の力アナドレン、木こりの斧のゲットした。アズマス、アストルが逃げたようだ。だって逃げられちゃったよ。でもマスターソードゲットできた。めっちゃかっこいい。やばい、めっちゃ気持ちいい。マスターソードありがとう。うわー、いやリンクかっこよかった今の。見た、みんな。ちょっとやばい、ちょっと、あーやばい、最高だったこれ。ダルケルおじさんもみんな強くなりましたとさっていう。出たコログの実、うんちいっぱいです。あ、見てハイリアの服ゲットした。これ後で着ようと、ゆで卵。さて二人でまたでっけえ木を見上げ、デクノキ様、デクノキ様、デクノキなんだ、すいませんでした。デクノキじゃない、デクノキ。コログが集まってきた。大事ない、谷、その剣こそ厄災討伐の要たる大魔の剣。ほう、主は今剣に選ばれ厄災を打ち倒す力を得た。大魔の騎士かっけー。あとは封印の力だけってゼルダがちょっと思い詰めたったじゃん、思い詰めたじゃん。うん、デクの貴様、焦らずともよい、優しい。いずれ道は開けよう。自分だけとかなったら俺も無理だわ、心折れちゃうもん。はい、な、ゆっくり行こう。ああ、すまぬな。おやすみ。わしはしばし眠らねばならぬようだ。またね、ゆっくり寝てください。英傑たちも今の主らならばいかなる運命にも打ち勝てよう。ハイラルの新たな未来よ。谷、さあそしてプレイアブルキャラクターボックリン、まさかのコログ族のキャラクターがプレイアブルキャラクターに登場だ。ちょっとマジでちょっとウケるね。はい、というわけで次回3章の続きまたやっていきたいと思います。推奨レベル23でリンクのみかね、果たしてどんな展開が待ち受けてくるのかお楽しみに。それでは終わります。チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価もよろしく。また見てね。おつぽよ、次回服とか着たりしよう。